おはようございます。こんにちは。こんばんは。バイオショック続きをやっていきましょう。はい。前回のあらすじ、とりあえず、洗脳を解くための薬は何とか入手して、一応もう、またプラスミドがちゃんと使えるようにはなったんだよね。で、ここからその、ラスボスになるのかな？である、フォンテインとの、もう、最終決戦になるらしいんですけど、とりあえずね、どうなんだろう。もう、そこまで行くのにまた何か色々あるのかなっていう感じではあるんですけど、とりあえずチェックしてみましょうか。セレクトボタン。ゴール。フォンテインはポイントプロメテウスにいる。ヘスティアチェンバーズの外にあるラプシャーメトロの発着場からそちらへ移動できる。なるほど。とりあえず移動しましょうか。ここは、そっか、後ろ。外からなんか鍵がかけられてたんだよね。この声なんだよ、なんか。あと、こいつ。これが、もしかして、なんだっけ。主人公を洗脳かけた、スーチョンじゃないかなってちょっと思ったりもしたんだけど、どうなんだろう。さてと、っていうかね、またちょっとタイミング的にいろいろ時間が空いちゃってですね。一応、今日から、ちょっと仕事もね、夏休みに入っちゃったので、まあ、とりあえずいい機会だし、いや、もう、やっていこうかなと思ってね。どうしようかな。見つかった？ビクタディ・サイミン・ホネット。エレクトロボルト行ってみる。よいしょ。よしよし。相変わらずのあれだな。あんまりね、ほんと。サバゲーやってるけど、こっち来る？よいしょ、よいしょ。逃げんな。やべえな。どうしよう。バックショット。やばい。おりゃ、おりゃ。セキュリティポイント。これと変えて、これか。こうして、違うな。こう変えて、じゃあ、そうじゃない。痛い。っていうか、連続で使っちゃった。ライフはこれ以上添えません。くそ。タレット。電子マーク何かあったっけ？
ジカルトニック、体力を高めてくれる。何かあった？大酒飲み、アルコール。ああ、アルコールはこれ欲しいよね。なーにもなさそうだな。タレットのとかするんだよな。ていうか、この音は何なんだ。やっぱりこっち、向こうからこっち見えてるんだね。はあ、どうしてくれようか。よし、タレット、これだ。そして上に行きたい、上に行きたい。ちゃうちゃうちゃう。上に行って。やばい。何もないぞ。どうなってる？上に行かせて、上じゃないな。これだ。で、こいつに切り替えて、なんでこんな、あればっかりなんだ？さらに上に行く。上に行って、あとは、どれだ？これだ。よし。ほい。OK。はぁ。そう。ファーストエイドがもうないよ。10ドル。さあ、まあ、前回からもそうだったけど、この鳴き声みたいなの何なんだ？一旦、上まで行ってみる？何かあるかもしれないしね。タレットあるね。よいしょ。よいしょ。うん。これで上に行かせて、違う違う、できればこれで行きたいけど、あったあった、ちゃうな。これをやって、カーソルどこだ？違う違う。で？ん？なくね？ちょっと待って。だったらこう行くしかない。でこう行って、これでよし。あとは横でつなげて OK。 ああ、なんだなんだなんだ。
ああ、なんか。こいつは、なんだなんだ。いて。よいしょ。よいしょ。なんか勝手に敵倒してんな。ちゃうちゃう、なんで？もうなんで言うこと聞かないかな。こう。ちゃう。なんで？それおかしいじゃん。だからそうじゃなくて、そうじゃなくてどうなってんの？これもうふざけんなし。もうイライラすんな。なんだよ、ふざけんなよ。ここら辺カメラか。どうしようかな。なんこん。ああ、もうちょっと待ってくださいね。コントローラーが悪すぎる。なんで変な方向に行くんだ？ちょっとこれコントロール一時使わなかったせいかコントローラーがおかしいっすね。勝手に撃ち始めてるなんて。なんだなんだなんだ。なんとかグレネード。ちょっとあれが欲しいな。アイテム売り場が欲しいな。ナパーム取れない。いやーもう久しぶりだっていうのになんでこんなにイライラしないといけないんだっていうか。まあ休みなんですけど、まあ夏休みなんですけど、なかなかね、コロナのせいで実家に帰ることもできないですし、まああんまりこう外出もしづらいっちゃしづらいんで、ファーストエイド、ファーストエイド発見。ここは結局ただのアイテム。さっき戦ってたのこいつか。いやー。ここから上はもう崩落してていけない感じか。なるほど。いやー。
こう家に引きこもり状態で若干ストレスはたまりますけどね。どうしよっかな。フリークリニックは、あ、やっぱりドクタースーチョンって書いてあるね。やっぱりさっきの死体はスーチョンだったのかもしれないな。まあ、だからといって何かあるわけでもないんだけどね。この声よ、怖いな。とりあえず電話は何もない。敵とか来ないよね。フィルムもね。あれなかったっけ、アイテム売り。ショットガン、テレキニシス、よいしょ、ゲット。さっきは、さっきてか、ここに来たときは、あれだったんだよね、確か。プラス緑が不安定なせいで、さっきのやつが取れなかったんだよね。何かあるわけでもない。クラフトステーションでもないんだよな。とりあえず。進んでいくか。ああ、この下何なんだろう。なんか光ってるっぽいけど。うん。いや皆さん、最近どうですか。コロナがね、なんかやっぱりあれの非常事態宣言解除されてからね。やっぱりまた増えましたからね、感染者が。で、何でしたっけ、まあ、今のところね、例の某 YouTuber か、うん、とかもね、なんか退院したみたいな話はちらっと聞いた気がするんですけど、本当なのか分かんないですね。なんでこんなところに押すつか。これ何なんだろう。前回こんなのあったっけ。出荷よ。よいしょ。よしよし、敵いるな。ビッグダディサイン、よいしょ。よいしょ。おい、ハッキング。どうしようかな。上に上げて、さらに上に上げて、で横に行く。で、そしたらあとは上に上げればいい感じ。いた。よし。
ちは？あ、一応こっちがルートか。あ、これは一回倒したやつか。どうしたんだい？ひどい知らせでも聞いたような顔してるじゃないか。このラプちゃんで死刑があるって知ってたらこんなとこには来なかったわ。落ち着けよ。いかに、うん、死刑の対象になるのは僕たちのせいか。皆さん、もしソ連がこの素晴らしい街の存在を知ったら危ねえ。いて、タレット破壊されちゃったな。まあ仕方がない。で、さっきのもう一人敵いなかったっけ？倒した？まあいいや。ジェサラガーデン、何かあるかな？フィジカルトニック用。ああ。どうしよう、研究ポイントじゃないな、はい、霊気から物理ダメージ、あーしまった、エンジニアトニックのスロット、どうしよう、最近警報短縮オーバーロード難易度が低下する、これいいね。フィジカルトニック、プラスミード、これにしたい。サイクロントラップ、エキスパート、ハッキングの流速オフィシャル、いいか、よし、電子バンク、うん、コンバットトニックで、これでだいぶ防御力は高くなったと思う。よし、じゃあ行きましょう。爆弾踏まないようにしないとね。それよりもちょっと、あ、そうだ。これで、あ、ん？近くにある？これじゃないな。一応ハッキングしておくか。これで、こうして、こうして、あとはもう一個。よし、OK。よし。弾丸はちょっと欲しい。よし、これぐらい。グレネードは？グレネードも欲しい。失礼。
ニューモチューブ、ないな。グレネードの箱、ゴミ箱。さて、あ、こっちは来たところか。じゃあ進んでいきましょう。近くにあれがあればいいんだけどな。ファーストエイド、どっちから見た方がいい？あれか。マシンガンラウンド。よし。ゴミ箱。ライフステーションとかも。警告します。公共の場での5人以上の集会行為は有罪とみなされます。どっかにあれがある。タレットみたいな。まあいっか。とりあえずハッキングしておこう。いや、泣くね。しょうがない、これは。何を言っているんだ。私がフォンテイン救済センターを作ったとき、ライアンは怒り狂ったよ。気づいたときには私はアトラスとなって自らの軍隊を率いていた。ライアンとヤツの大切なラプチャー、他人に自分を崇めさせるためにわざわざ町を作る必要などない。マヌケどもに奴らも少しは価値があると思わせればいいだけだ。よし。And so
しょう。破壊されちゃったのか。よし。リトルシスター2人とも助けてるね。じゃああれとは戦わなくてもいいか。何なんだ。お、違う違う、なあもう。難しすぎだろう。オートハッカーもないしな。ここはハッキングしておきたい。これ繋がった。くそ、おイライラするな。もう頼むから。よし、あと2つ。よっしゃ、危ねえ。ああもう。よし。イブ注入器。なんとかこれで持ちそうだな。ああ。もう。てかこっちは何なんだ。向こう側と繋がってる？お前にしか。
よいしょ。よし。どっから声聞こえてる？なんか変な息遣い聞こえるね。ポテトチップス、ポテトチップス食べたい。いや、お昼ご飯に食べちゃったけどさ。え？さらに上？って何なんだここ。こうして足りるかな。あとは上に行く。あ、上に行く。これでいいか。上に行って横に行く。あ、横に行くのはあるな。よし、オッケー。ちょっと回復だけしておくか。おお、海底都市。何の息遣いなんだこれ。木にはいないな。よし。よいしょ。そう、逃げられた。よし、キー。死体、こんなところに死体いられてる。他には何かいる？姿、注目されるのはナレコ。自分、死んだふりしてたのか。まったく。なんかあれだな、敵もなんかこう頭使うようになってきたな。なんかね、とてつもなくめんどくさいね。ああ。個人的にはちょっとこのゲーム、まあ、前も言いましたけど、あんまりこう自分の性格と合ってないんで、なかなか早く終わらせたい気はあるんですけどね。次のゲーム何しよう。てかせっかくの夏休みでもありますし、あれですよね、こう違うゲームとかやりたいですよね。まあ、前にやったことはあるんですけど、個人的にまたやりたいなっていうのがあって、イコっていうゲーム。あれね、結構見ててすごい涼しくなれるんですよね。涼しくなれるっていうか、まあ、見た、ゲームの雰囲気がすごい涼しいから、やってて結構あれは面白い。
パズル的な要素もあって、うん、まあ同じゲーム会社、同じゲームのなんだっけ、ケミカルガン、ここはなんだ、さっき不明なアイテムって出なかった、気のせい、パズル的な感じのゲームだからちょっとね、あれか、しょうがない、とりあえず破壊だけしておこう。痛い、耐えられる？耐えられるか。耐えたな。なんとか。どうすっかな。から上に上げる、上に上げて、さらに上にいっちゃうな。こうしてこっから上げた方がいいのか。ちょっと待って、何が起こった今。変な挙動はやめて、本当にもう。これ無理じゃん。しょうがないな。一歩注入器発見。一歩注入器二つなかった今。気のせいか。なるほど、ファーストエイド、うん、新しいコンテ、騙し通せるならわざわざそれを終わらせる必要はない。私の中ではアトラスが一番長い間かぶっていた偽りの仮面だ。ライアンは本体を消したがっていた。だから俺はそうしてやった。アトラスとして俺は新たな仮面をかぶり、新たな人生を歩み始めた。ラプチャを取り戻すチャンスだ。早くアトラスに伝えなきゃ、きっと喜ぶわ。ああ、マクリンドックさん、どうしたんですか。ちょっと待って、これを消そう。結局本物のライアンってどんな人だったんだろうね。ちょっと気にはなるな。
あったあった。さらに下。ここ入ったところ。ここフォンティーン、もともとフォンティーンのあれだったってこと。ああ、一回来てるね。なるほど。ああ、なんか見たことある気がするな。そうだね。よしよし。じゃあ。行きますか。いて。さて。じゃあ、よし、行きますか。よし、エレベーターのボタン。呪縛が解けただと？あの女に全てをかけるとはな。前にも裏切られてるじゃないか。言わんとしていることをわかる。プロメテウスに行こう。男らしく話し合おうじゃないか。君と私と潜水球の上でな。想像もつかないほどのアダムもある。アダム相手もなんか使ってくるのかな。さてと、寒いだろうね。そんな凍りついたら、まったく。ここに何かある？飲み物、高級人。おお。帽子みたいな。なんだこれ。テニスボールかな？テニス知らないけど、テニス知らないけど、いや、やったことはないけど、あの、自分もね、あの、テニスもなんですけど、自分卓球とかもちょっと苦手なんですよね。でも一応あのバドミントンは高校時代にやってたんで、バドミントンは得意っちゃ得意なんですけど、よし、じゃあ行ってみましょう。ポイントプロメテウス。さてと、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。次回もうラストバトルになるのかな。いやー、ボスに行くまでも長いし、あの、まあ、もともとが海外のゲームっていうこともあるんだろうけど、なんかちょっとストーリーが分かりづらいんですよね。あとはその、ちょっといろいろと、まあ、グロテスク描写みたいなのとかね。いや、苦手ってことでもないけど、最後まで戦うというんだな。乗ったぞ。だが私が全てのアダムを握っているんだ。これからの差別を楽しみにしてるよ。何をグズグズしているの。早くあのバカをやって。フンティンさん、じゃあ今回はここで終わります。ではお疲れ様でした。